みんなおはよう。今日は妹とお寿司食べに行くよ。しかも100円じゃない回転寿司に今向かっています。ちょうどお昼時だから着いたけど、ちょっとすごい車すっごい止まってる。だいたい10分ぐらい待ったな。10分ぐらい待って今席に入れました。なんとラッキーなことに、ボックス席で、しかも角席っていう。イエーイ、ダブルイカ。お味噌汁が届きました。最高。ナスでかっ。それさ、それ一皿でさ、ナス半分だよね、多分、ぐらい。すごい。ということで、お寿司をいただきます。ごちそうさまでした。そうだね。これが誕生日おめでとうランチっていうことで、ザース。はい、2軒目、お寿司食べて、その後ちょっとフラフラ買い物してたんだけど、まあお茶しようってことになって、こちらの喜楽っていうカフェにやってきました。いい感じのカフェ。はい、妹からの誕生日プレゼント、おめでとう。ありがとう。ちゃん持ってたよね。さっき私2階に上がってたらさ、ある。似たようなのがある。ちょっと迷ったけど、あったじゃん。結構気持ちいいです。ま、ちょっとね、うちの、初代のやつとは、ちょっと食感が違いますね。好きなあれですか。もちもちこ枕。かわいい。かわいい。そして。じゃん。リラックマに慣れちゃう T シャツ。リラックマになれる T シャツ。かわいい。かわいい。これ着て配信します。
これで1日ずっと家におるの、これで部屋着、部屋着、配信もこれでするし、このまま寝るじゃん。リラックマになれる、ありがとうございます。ありがとうございます。大事にします。この子も大事にします。ありがとうございました。はい。オーストラリアにいる岩から誕生日プレゼントが届きました。すごい。私荷物受け取った時びっくりしちゃった。こんな大きいと思わなくて、中身は何が入っているっていうことは一応もうね、ちょっと事前に教えてもらってるんだけど、どんな感じなのかなっていうのが楽しみ。本当にこのサイズが来るとは思わなくて、本当に結構びっくりしてるんだけど。じゃあまあ開けてみますか。開けてみましょう。ああ、ドキドキする。はい、まずパネルが出てきました。パネル、枠が出てきました。はい、ドン。いや、でかいよね。私が今からいただいたプレゼントは、やばい、じゃじゃん、じゃじゃん、なんとセーラームーンのジグゾーパズル、1000ピースです。しかも、セーラームーンスーパーのメンバー、このメンバーがもう最強だからさ、やっぱり。やばいわ。じゃあさ、ちょっとさ、これがこうなるってことでしょ。これがここにこうやってバーン、ここにこの何、戦士が勢ぞろいするってことでしょ。じゃあまあどのぐらいで完成するかな。あー、楽しみ。今、ありがとう。私は今日から不眠症、寝不足生活を始めたいと思います。楽しみ、早く飾りたい。早く完成させて、またね、なんかもうそのうちしれっとこのどこかで登場すると思います。ということで、今から誕生日プレゼントもらいました。ありがとう。
すごい変な終わり方。バイバーイ。Thank you.